私たちの住む阿南市にはあらゆる分野において実は多くの匠がいるんです。そんな匠を知っていただき、この阿南市がもっと活性化したらいいなという趣旨で作られた番組です。皆さんこんにちは、匠スペシャルのボン門田でございます。本日は福井町にございますアクアスタジオさんの事務所の方にお邪魔しております。さて今日はどんな素晴らしい匠に出会えるんでしょうか。楽しみですね。それでは早速行ってまいります。こんにちは、失礼します。ボン門田です。あ、いらっしゃいませ、ボンさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介する匠はアクアスタジオ代表野村正弘さん。阿南市福井町にあるアクアスタジオは昨年12月にオープン。徳島では初となる海水魚専門の水槽設置、レンタル、メンテナンスなどを行うお店。そこで代表を務める魚が大好きな匠にお話を伺いました。はい、皆さんそれでは改めてご紹介いたします。本日の匠は、アクアスタジオの代表で野村正弘さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、匠、このアクアスタジオさんの業務内容のご紹介からお願いできますか。はい、海水魚水槽の、はい、設置、レンタル、リース、そしてメンテナンスというのをメインでやっております。あまり徳島ではない。うちが初になります。初ですね。はい、はい。ここのアクアスタジオさんはいつからなされてるんですか。昨年の12月、もう開店してすぐなんですけれども。はい、はい、はい。現在匠は42歳ということ で去年の12月から、はい。ここに至るまでに、いろんな人生経験をされてるということをお聞きしております。はい。まず出身はこちら福井町ですね。そうです、福井です。はい。そして、富岡東高校出身で、はい、鳴門教育大学を出て、はいはい、その後なんか先生かなんかされたんですか。はい、まあ、県内で、はい、教員少しやりまして、はい、その後仕事転々と、はいはい。教員とはどういった。いや、まあ、あの、はい、見た目でよく、はい、先生してないだろうって言われるんですけど、はい、あの化け学、はい、化け学とか物理とか、はい、そういう理科の方をメインで、はいはい、やってます。そうですか、はい。我々が俗に言う賢いというやつですね。いや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 、そういった、ことを、教えられて、はい、教員を経てその次は、警備会社、それから福祉施設、はいはい、で某 LED メーカーと行きまして、はいはいはい、でその後、うちの親父が、はい、病気で倒れたんで、はい、その親父の仕事の方がちょっと回らなくなって、はい、自分の仕事を辞めまして、はい、で親父の方を手伝うような感じで、はいはい、それまで、まあ、教員から警備会社、福祉施設で、はい、まあ、某 LED メーカーさんとこ、まあ、いろいろ転々とされてってるうちに、まあ、お父さんの調子が悪くなったと、はいはいはい、でそれで、まあ、お手伝いするようになって、はい、それから、去年、はい、こちらを始めたと、はい、いうことですね。これはもう、はい、40過ぎても自分のやりたいことをどんどん探し求めてやっと、はい、やりたいことにたどり着いたという感じですね。はい、でこのアクアスタジオさんですけども、はい、この始められたきっかけというのは何なんでしょう。このお父さんのお仕事を手伝いながらでも今こうされてるというのは。あ、ですね、18歳の時から海水魚とか熱帯魚をずっと飼ってまして、はい、まあ、約25年ぐらい25年の飼育歴になるんですけど、はい、そういう中でいろいろ培ったノウハウとか、はい、そういうのを生かして何かできんかなっていうところがあったのと、はい、あと
ダイビングのインストラクターの資格も持ってまして、うん、はい、海の中で潜ってこういろいろ楽しい魚に会ったり、うん、はい、きれいなサンゴを見たりとか、はい、そういうのを皆さんにもお伝えできたらなっていうところで、うん、海水魚の、お店を持てたらいいなっていうのがありまして、はい、なるほど。もともと匠自身のご趣味であったわけですね。そうです、そうです。趣味で25年間やっていたと。はい、私もこの、まあ、淡水魚なんですけども、したことあるんですけども、海水魚って結構難しいんですよね。まあそうですね、水質とかがちょっといろいろうるさい魚がいたりもするので、はいはい、うん、でそこでまあ25年間やってきたので、はい、もともといろんなメンテナンスだとか、はい、そういったのはもう身についていたわけですね。あ、そうです、はいはい、でそなおかつ海、潜って、この海というのはこの阿南の海ですか？はい、徳島県の宍喰の方に行ったりもするんですけれども、はいはい、このそこで一つお聞きしたいんですが、はい、この阿南の海の底ってどんな感じなんですか？はい、夏場になれば結構カラフルな魚がいっぱい出て、カラフルな熱帯魚っていうやつですね、はい、で綺麗なんで、そういうのを全然阿南の人も知らないんですよ、うん、でそういうところもお伝えしていけたらなっていう気持ちはあるんですけど。なるほど、はい、僕たちの普通の一般のこの熱帯魚のイメージというのは、今言われたこのカラフルなね、はいはいはい、魚でっていう感じなんですけども、はい、どんな種類の魚、お魚さんが泳いでるんですかね？一番よく見るのが、はい、ソラスズメダイっていう青色、体全部青色で、はいはい、尻尾の方が少し黄色が入ってるような、はい、そういうのがもうわーっと群れてたりとか。あ、この僕らのこう海のイメージというのはこの、まあ、映画の影響もあるんですけども、はい、あの何ですか、あの熊の実、はい、ニモですね。でニモ、はいはいはい、ニモおるんですか？同じような種類の熊の実はいます、はい、少し茶色いですけど、はいはい、綺麗な感じで、綺麗な感じで、はい、もうサンゴとかも綺麗で、エスギンチャクとかも綺麗で、はいはいはい、感じなんですかね、はい、イソギンチャクの中に熊の実が入っているところもちゃんとバッチリ見えますので、はい、まあ、そういった環境をこの水槽の中で、再現するという感じなんですかね、はい、そうです、そうです。はい、ということは、まあ、サンゴも生きているサンゴで、はいはい、なるほど。これまた結構いろいろノウハウがいるような感じなんですけども、その辺の難しいメンテナンスをメインで受け負われてるわけなんですかね。はい、そうです。うん、月々いくらっていう、あの、はい、決まった金額で、あと中のサンゴ、はい、お魚全部、はい、水槽の管理も全てやらせていただいています。なるほど、はい、その水槽からお魚から、買ってきたんで、道具、まあ、買いましたんで、はいはいはい、メンテナンスしてくださいというパターンと、はい、中身も道具も丸ごとリースしますよという形もされてるんですね。はいはいはい、どちらも、はい、このお魚自身の販売とかしてくれとかは言われないんですか？もういろいろと問い合わせがあるんで、そこはアクアデリバリーという形で、はい、こちらが、厳選した元気なお魚をお持ちして、はい、お宅まで届けるという形で。はい、なるほど。そういった販売もしてますよという感じなんですね。はい、その販売だけじゃなしに、一緒に潜って取ろうとかいうのもあるんですか？はい、潜って取るのは可能なんですけど、はい、まあ、この漁師さんとかの漁業権とかの兼ね合いもあるので、はい、潜れる場所、潜れない場所っていうのもいろいろあるので、そのあたりまた聞いていただければ。そうなんですか、はい、いつもどちらへ取りに行かれるんですか？自分は、麦、それから、海風の方に行きまして、はい、結構潜ってます。潜って、はい、何もつけんと？あ、はい、水中メガネ。水中メガネと網を1個持って、はい、でトポンと潜っていって、潜って、はい、もうそんな簡単に潜って取れるんですかね？まあ結構素早いんで慣れないと難しいと思うんですけど、はい、あと、まあ、水深も 10m、15m 潜っていったりもするんで、うんうん、はい、なるほど。僕 2m 潜るのやっとなんですけどいや慣れです。慣れでいけますか？はいはいはい、なるほど。
あとですね、はい、またちょっとこの今こちらの後ろですね、はい、ちょっと水槽を見させていただきたいと思うんですけども、はい、そのまず我々が思うのは海水魚って買うコツとかそんなんどんなんですかね。自分たちでするとすれば自分たちでするとすれば、はい、やっぱりお魚への優しさですかね。優しさ、はいはい、毎日あの餌あげるときに様子見てたら、うん、あちょっといつもと違うなとか、うん、そういう変化に気づいてあげたら、うん、あの病気とかも素早く対処できますし、うんはい、こう毎日見て今日元気あるなとか、はいはいはい、なんか元気ないよとか、はいはいはい、あそういうのってあるんですか、分かるんですかね。分かります分かります。結構魚懐いてくるんで皆さんあまり分から、あのご存じないと思うんですけど、懐く懐いてきます、はい、水槽の前に行ったらわーってこうすごい寄ってくるんで、寄ってくる、はい、これ可愛いですね。可愛いです、うん、これは誰が言っても寄ってくるんですかね。いや餌をくれる人だけに寄ってくるんで、はい、餌をくれる人だけに、はい、うちの犬とあんまり変わらんですね。今もし行ったら、はい、私には寄ってくるけどボンさんには寄ってこないんで、僕に寄ってこない、はい、なるほど、はっきりしそうですね、はい、でもこの飼ってる方にこう慣れてくるというのは非常に楽しい、楽しいです、一面ですね、はい。それではですね、ちょっと実際中を見させていただきたいと思うんですけども、はい、見させていただいてよろしいですか。どうぞどうぞ、はいはい、たくみ、ここは何が、これ人手ですか。これ人手入れてる水槽です、はい、これはどうして人手ばっかり、はい、餌として入れてます。餌、はい、これ何の餌ですか。ね、こちらにいる、はい、フリソデエビっていう、フリソデエビ、はい、このエビが、はい、あの生きた人手しか食べないんで。そうなんですか、はい、このちっちゃい貝らしいエビのに、そうです、人手で食べるんですね、はい、このエビ用に。なるほど、こっちにも入れますね。これハナミノカサゴっていう魚ですね、はい、トゲトゲがいっぱいあって。そうです。で、たくみ、この大きい、はい、これは、あ、これサンゴをメインで入れてますね。サンゴメインで、はい、これサンゴですか。あ、そうです。で、これはイソギンチャク。イソギンチャク、はい、ことはで、あとサンゴ、こういうのが、シャコガイ。シャコガイ、はい、なるほど。これ生きてるんですね。あ、全部、はい、生きてます。これって、あのサンゴって卵を産むんですね。卵産んで、はい、これももう一回卵産みました。いや、それは分からないですけど、はい、で、あ、ニモがおります、はい、これは何ていうやつですか。これ隠れクマノミっていう種類になります。隠れクマノミさん、はい、これがもうこんな感じが穴の海の中に、はい、海の中に行けばこういうのが見えますので。へえ、はい、なるほど。これ全部もう位置から全部砂から全部タコミに言うたらしてもらえるんですね。あ、はい、全て設定しますので。すごいですね、綺麗、はい、ですね。はい、ありがとうございます。綺麗ですね、はい、感動しました。ありがとうございます。結構うまいことされてますね。あ、ありがとうございます。結構ね、いいいいいい、プロなのでこの海の中そのままというか、はい、最後にですね、はい、この今のお仕事を通じてこの地元阿南に対してですね、はい、思いを一つお願いいたします。はい、阿南は結構、はい、熱帯魚が多いということを皆さんに知ってもらいたいと、はい、でそれをたくさん私が水槽で設置していくことで、はい、皆さんにそれを周知していくと。それを見て、他の外部からも観光客が、あ、熱帯魚が多い、あそこの地域に行ってみたいなということで、どん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 来てもらえるようにしていきたいなと思っております。はい、たくさん来てほしいですね。はい、そうです。ありがとうございます。本日の匠はアクアスタジオ代表の野村正弘さんでございました。匠、ありがとうございます。ありがとうございました。一人の匠の情熱に幾人もの匠の情熱が集まり、最高のものを作り出す阿南、いい街、いい人、いい出会い。今日も素晴らしい匠に出会えました。野村正弘さん、ありがとうございました。